待たせいたしました。引き続きプレーオフの模様をお送りいたします。ワイルドカードは各択2着の選手と3着で一番成績のいい選手の対局です。ではワイルドカードの選手のご紹介は、インタビューはなしです。あ、インタビューなしで、はい、はい、ご紹介します。ワイルドカードはトップ縛り。そうですね、トップのみが決勝に行けると。なるほど。ちいちゃは鈴木さんですね。はい、先ほどのは違う、はい、ギルドの鈴木誠也さん、はい、鈴木誠也さんで、なんちゃがプレーボール代表の猪俣さん、はい、シャーチャがマージャンヤンさんの田中さん、そしてペーチャがフォアロン代表の吉村さん、はい、となっております。はい、先ほどの吉村さんが勝ち上がりですよね、3着は。なるほど、はい、ワイルドカード、はい、ワイルドカードで、こちら鈴木さんワイルドカード狙いだった鈴木さん狙い通り、純朴な青年って感じですね、うん、これはもう1着、もう1位の方だけが、そうですね、そうですね、進める、本戦に進めるですね。はい、それではよろしいですか。はい、それでは4回戦対局を開始してください。今順番に選手の顔が映っている、うん、はい、お、ドラドラ、ドラがでワンワンですね。ちーちゃーの、はい、ドラドラですが、ちょっと上がりづらそうな勝手感。下ずれてますね、うん、そうですね、親は鈴木さんですね。ちいちゃんは、ちいちゃんは鈴木さん、はい、親は鈴木さんから、でも時間制限があります。50分、はい、トップのみですね。トップのみ、そしてちょっと結構押し気味の、うん、ここで2着取ってもしょうがない、まあ、なんかトップ率を高めるためには本当に押すのが正解なのかっていうのは僕は常々疑問なんですけど、そうですね、永遠ではないですけどただ押すだけでは、そう、まあまあもちろん、ついていくことも大事ですね、はい、最後はワンチャンマークレベル1に、はい、無謀な押しはやっぱりしちゃいけないとは思いますし、まあ、その押せる手の範囲はちょっと広まるのかなっていう感じはしますけどね。難しいんですよね、結構ワンデーの大会とかの戦い方が、はい、全部押したら確率にトップ率も下がりますからね。それは確かに。3ピン切りましたね。鈴木さんは手進まないですね。チートイシャンテですね。チートイシャンテですね。まあ、ちょっとあのぐらいだとチートイの方が早いかもしれないですけど、ただダブトンがあるんですよね。ダブトンの統一があるので、ね、はい、お、リャンワンがアンコになりましたか今。はい、エアコンの音がでかいって言ってますけど、エアコンがなんかブルンブルン言うてます。扇風機なんですよね。角度的に叩けば昭和のおばちゃんがこうやって大丈夫、テレビがつかないといけない。あ、治った。おお、すごい。叩けば治ります。昔の家電は叩けば治るやつですね。お、そして鈴木さん、トンポンで、ダブトンポンでドアさんのテンパイ、ディアムピン。だいぶ上がりそうですね、これ。また嬉しいですね、これ。あ、ハンガー。サシンドラが数ワン。ここにリャンウーピンが4枚。そうですね、残り2枚ですか。うん、やっぱダブトン関してあくまで消えず、ちょっと行きづらいですね。そうですね、他の人からもちょっと行きづらいですよね。アメリカピクシャー行かなかった。こちらチートイツイーシャンテンですが、なかなかテンパらない、うん、チーワンを行きました筋、
おのちはおちして田中さんが一通の関羽ピン天敗シンドラが乗っていやガーピン様の漫画みたいな手になりました、うん、お、天敗ださあ今通ったウーワンを切ってリーチ一品短期いいピンはピンああこのジャンピンは当たりだあーここおおすごい数ワン数ワンで崩した数ワンで崩した、うん、ドアの数ワンですねまああのリーチは赤ウーワン切ってて E ワンも消えてるんで親のダブトンポンは現物とはい、はい、冷静ですねうーんまあこれで仕掛けが入って数ワンの二度受けがあるのかなってちょっと気になるところですかねリピンは1枚ヤンワン、カンしたしゃハネマンでこれでハネマン確定ガシンチキ入っとるふ怖いですねさあこれで粘れるのかあトンが乗ってますよ、ドラ、うん、うわなんとということはダブトンドラなのですか倍マン倍マン、8000そのまま1回あるかなありそうだなただし、順からになってそうそいつそいつとはい順からになってましたね E ピンがでも1本ありますね聖杯に1枚いや E ピンももういないですねからになりましたあ本当はここに1本いきますね、はいうん、2人転売で流局、うん、いやいやいや三座感謝三冠三冠となりましたねコメントコメント見てなかったらなんか人生フルゼンツさんの話題がいやさっきのお尻の話の時はどこまで押すかとか言う、うん、あ、ありました区が済んでトンの2局プレイボール猪俣さんプレイボール代表の猪俣さんが親番ですドラがリャンソーさんは、うん、田中さんがまずまずですね、これ、はい、今、いいシャンテン、シャンテンです、はい、ドラ受けのあるいいシャンテン、お、カンチャン入れて、何シャンテン、お、カンチソ入ったが、しかし、まだ苦しい、すみません、なんか大きくなってきた、これ止めるとね我々が死んじゃうんで、そうなんですすみませんちょっとこの部屋ねやばいんですよすごい安いんですさあカンリャンゾの3000回転敗かな、はい、鈴木さんもいいシャンテンおーっとさっくり積もった1200は1100、2100この3曲です親は麻雀ヤン代表の田中さんちゃんと水飲んでねって葵ちゃん言われてるけど俺のことも心配してほしいみんな優しくねえか女だけどめちゃめちゃ虫風呂みたいなんですよここ本当に虫風呂ですね一生懸命その中で与那城さんにだけエアコンの風が当たる位置にそうそうそう私は結構ねそうそう汗で化粧が落ちたら大変っていうことでねえ画面変わった時に誰ってなっても困るんでねすごい大きな動きはないまま、はい、さっきはすごく衝撃が大きかったね先日でも全然安くはないんですよね最初のアンジャもすごかったね、はい、うん、シャーシャーなんなん鈴木さんはペーチャか
ちょっと仕掛けといた。3匹いた。くっつきのインシャンデン6チップ羽含み。金は引いた。これでドラの受け入れを見た。みんな遅そうだったのに。結構みんなツモが。うん。サイドマットさん、ウーピンはツモギリ。さあ、さらに広い。6チップと4連携か。ドラシャボでもよしと。おわっとテンパったでアムピンやみてん。吉村さんやっぱりピン風のみ曲げないですね。もうそれスタイルなんでしょうね。さっきのさっきの本当にダーシャボンだった。手が強いからやっぱ4連携の輝きも増してきますね。つもぎりっち、いやパーソーとペイのシャンポンです。ドラのパーソーとポン入ったのか。はい、今 G1 をポンしてこちら猪俣さんイーシャンテン。だいぶ苦しい。苦しいですよね。1個目の仕掛けは何だったのか。まあなんか厄介ですよね、おそらく。何だろう、厄介だとトップ縛りってことで、やっぱ前の目はもう親番ってことですよ。落としたくない。ハクですね。ハクですね。はい、まあ、そのさあパーソ行きづらい。うん、ピンフヤミテンが生きた。生きた。これ補充してますもんね。はい、あ、ペイも流れて。さあこれはどうする。うん、現物の数番ちょっと狭くなりますが、ウーピンもウーワンも振り点出しと。ディアンワンはまあまあ切りやすいですかね。これで数番ワンチャンス。パワーワンからいった。おパワーワン通ってる、パワーワン通ってる、ごめんなさい。あ、ペーバーさん乗った。うん、おお、まあ、まあ手は通るんで。お、井上さんテンパイースピン。これは上がれそうな。おお、ね、上がった。トンテンパね。白テンパね。白テンパね。2000点。うん。1300。いや、に親ですね。2000点。そうですね。2000点。2000点。はい。井上さん、親だから強引に仕掛けた。うん。そう、2件だったらあの仕掛けがないかもしれないですね。チームアンポンしなかったかもしれないですね。はい。いい感じに噛み合った感じで。うん、赤ウーピンの目切りも早かったですし。うん、まあ、仕掛けた後だと大して当たって上がらないですからね、あれで。もうかわしで速度を重視、はい、速度と安全度、うん、連チャンになります。トンの2局一本場です。お、ちなんこドラがペ、はい、まだまあ展望的には丸い状況、うん、抜け出したいところですね。さあ吉村さんが E ピンのポンですか。そうです、E ピンポン、はい、アンパイアンコ、チュンアンコで、はい、リーチしたいところだけども、ここはかわしに来ましたね。はい、吉村さんペーチャースタートってことで親番なるべく回そうってことで、そうですね、速度に切り替えた感じですかね。うまい。嘘。まあ、結構なんかそのなんていうか1000点1300点の手はまあかわしてぐらいの意識なのかもしれないですね、もともとその、まあ、ピンフのみもリーチしないですし、それだったらチュンのみもそんなに変わらないと。あ、まあまあまあ一旦感謝らアンパイなんだけど、ここ先にテンパイ、まあ、これイーシャン、この愚形でも感しましたね。換算ピンシンドラをまず見てから、シンドラはシャー。さあそして鈴木さんがドアタンキの天敗、一枚家のペータンキで間に合った感じですね。これ一枚家の間でちょうどいい、程よい感じですね、はい、程よい感じうーん、さあイーシャンテン、関数ピンはまあ場には出てない、ストレートにリャンワンか。ただ仕掛けにリャンワンが結構切りづらい。2人ともに通ってない。いきます。あ、田中さんウッパーピン、うん、あ、テンパった。さあどうする。赤ウーワン、赤ウーワン、しかもなんかリャンワン嫌な捨て配送になってますね。 E1
ショーここじゃないと見た。 B1 第1打目離して3番ゲージっていう、うん、まあ、結構リャムマン嫌なやつですよね。教科書通りのリャムマンです、はい、実際リャムマンは意味になったんじゃないかなですね。はい、あ、これ教科書通り切るか、教科書通りリャムマン自分がテンパイ崩しましたからね、もう。そうそうそう、はい、うん、リャンゾーいった、まあ、これで今復活できそうな形になってますからね。うん、リャンピン引いたらいい、スーピン3ピン、はい、スーピン引いても4連チャン、ウーワン周りにくっつけると思ってるでしょうけど、9ピンはつもぎに片切り、あ、出たリャンワンが鈴木さんが切りましたね、はい、そうですね、ペータン機の鈴木さんが、トッペーが山にあと、いや、いますよね、2枚、鈴木さんも押してますね、押してます、押してます、なんか切り方で押してる感じがする、はい、ヤンマンパーソン、おっと、これでいった、カンスーマン、カンスーマン、まあ、さっきより打点上昇して、はいはい、まあ、一応スマも場には1枚切れ、うんうん、2ピンの方がいた、うん、ウーピン掴んでいいかな、ウーパーピンもペイも、うーん、さあ、O1 はやめた、さすがにやめたか、お、積もりました、カンスマン、すごい、リーズも赤赤、赤赤、4000オール、4000オール、4000は4100オールの上がりです、ひょえー、カンスピンに行かなかったのがいい判断でしたね。うん、カンスピンでも上がってましたけど、ウーピン掴んでない、ウーピン掴んでない、あ、そうか、ウーピン当たりか、うん、あ、じゃあダメだ、カンスピン玉からなんかしてたらよかったかも、へえー、すごい、レンチャンになります、日本馬、なんか整ってそう、うん、ドラマスーピンですね、 E1 からうん、吉村さんもまあまあ、お、赤赤、赤だが、しかしまあまあ、まずまずじゃないですか、うん、お、ローソワンコ、赤さんもいい、みんないいですね、みんな早そうです、こっちは赤赤、親の犬さんが一番いいかな、うーん、かな、そんな差はないです、双子さんもいいシャンテンだもん、ほんとだ、うん、いい3品を引きました、みんなこの親蹴りたいのは共通認識っぽくなってきましたね、はい、4万点の犬畑さんの親を、うん、まあ、時間もないんでそんなに悠長にできないですからね、うん、さあ、レアン・ウッパーマンの2度幹の形のイーシャンだ、うん、スーチピン固定、ドラがスーピンと、なかなかですが、ね、リャンワン引いたさ、これでどうする、さあどうする、カンパーマン、カンパーワンでソクリーが行くのかどうか、外すました、うん、イーマン切ってるからいつも手があるじゃないですね、まあ、ないことはないですけど、さあ、こっちすごいイーペイ交換性、お、さあ、そしてこの同窓をチーして赤赤、あ、今引いたすごいおーっと、スーワンを引いて、これでイーシャンテン、かなり良くなった、リャンピン、うん、まあ、くっつきですからね、現状ほぼ、そうですね、リャンペイ5部組、サードラ切ったら、まあ、こうなってきないか、切りました、うん、リャ
ピン切っちゃってる。そうそう、4人ってないとスーピン飛んできたね。まあさすがに切りますね。お、鈴木さん、いい光景になった。テンパらない。なかなか、うん、みんななかなか、ね、なかなかですね。イーシャンテンが長いですね。まあ、ここはテンパイなんですけど。ムーピン、これはスワンかな。一旦スワン受け入れ最大に構えました。あ、テンパイだ。教科書通りのサブロスト。サブロストテンパイの時はスッと来ますね。みんな毎回スッか。まあ、これでヤンワンポンでサブロマン。今ローワンが出ましたね。チーピンをチーしてローワンが、はい、出ましたね。はい、タイヤをチーって言って最初に打敗してそれがローって言われた。フリっぽくないですね。確かに何が起きたのかが分からなかった。チーバシローンみたいな。負けなくても切れる。続いてトンの3曲になります。親は麻雀ヤン代表の田中さんです。チーバシローンは厳密ではやめてほしいですけど、はい、なんていうか、そのフードメンツ見ないとこっちが泣けないとかもあるんで。そうそうそう、判断変わってきますね。はい、村田さん、うん、そうそう、早いもくっつき、山さんくっつきシャンテンだ。王者のハイパイ。そうか、トップ4にこの手入ったら、うん、周りは辛いですね。はい、うーん、周りはまだ分からない。お、鈴木さん、チートイーシャンテンですか。うん、チートイーシャンテンだし、トイトイも一応ありかなぐらい。そうですね、スーパーからだとは仕掛けやすい、うん、ここは E1 ですかね。お、三蔵切った。三蔵周り良さそうな、ね、E1 ドラ割り4万だから、うん、じゃあドラは3万で表示上がり4万だから E1 いらない、ね、まあ、一応のその辺対応できるようにっていう感じですかね。トイトイ濃厚になってきた。あーっと、そして田中さんがイーシャンテン。親の連チャン狙いですね、これは。どうぞ。さあ、それぞれに行くならチーピン。スランコ決めちゃえみたいな言ってる感じでしたね。ドラを食い取った。すごい。うーん、ウーワン。さあ、これはチーテンが入りますね。シャンポン、うん、素直にシャンポン、うん、パーピンと3番。あ、そしてはい、ウパピン。うん、パーピンがない。ないですね。パーピンはない。ウーピンが2枚。おあ、チーソー引いて猪俣さんが追っかけてて急走で一発だ。なんちゅう。バーソーでチーソー引いてリーチして一発で急走が出た。リーチ一発ピンフード8000点の上がりです。あ、いや、あ、いや。これで結構差ついちゃいましたね。ここで難入になります。親はギルドの鈴木さんです。お、吉村さん、まあ、ごめんなさい、失礼しました。そんな4曲、うん、うん、トップが497。全員トップ以外意味ないですからね、これ。かける側は大変ですね。みんな縦狙いで遅くなってますます逃げ切っちゃうみたいなことはよくあるパターンですね。はいはい、ただまあ3人打点追ってるとやっぱりきついですけどね。追われてる側はもう、そうね、軽い手が入らないとやっぱり上がれないんで、下手なリーチも打ちづらくなっちゃいます、ね。はい、
下手なリーチ打てないし、なんか遠い仕掛けもしづらいし、だいぶきついですけどね、そうなると。テンホでそういう展開にならないんですけど。そう、なれないか。そう。親はフォアロン代表の吉村さんです。どんな4曲。そういう時はもうある程度の補充はもう必要経費みたいな感じで、必要経費ガンガン押していく、テンパイだったらもうがむしゃらに押すみたいな。高橋さんじゃないけど高橋さんはいいチャンネルで押してたけどあれテンパイだったらね、はいはい、1枚勝負ぐらいは必要経費です、ね、必要経費だと思うんですけど、自分で流さなきゃ親は落とせないみたいな、うん、意思を感じました。まあ、まだ今回に関しては他の親欲しい人が安上がりしてくれる可能性も全然あるんで、うん、まあ、まだかなっていう感じはしますけど、そんなもうちょっと曲が進んでからかなっていう。渡中さんは選択でしたっけ？選択じゃなかったよな。普通に数万人は何人、そうですよね、年品ドラドラ、数ワンか2ワンから切るか3色になるかちょっと考えてましたかね。さあ、猪俣さんは2つ泣いてこの形パワーフォワン C で、おお、ペンロッソー、あ、違う、うん、ペンロッソーか、ペンロッソー、ああ、そして、ああ、激痛。これテンパイですね。まあ、あのリャンズを切って打点をつけに行くのが自然に見えますけどね。イーソーが3枚で、うんうんうん、闇点にしました、スーチーソーウーソー、うーん、イーソーが3枚で、なるほど、うん、イーソー3枚でなんで、まあまあ、あ、小さな2枚消えてるのか、はい、イーソーは表示牌、イーソーはドラ、まあ、上がり優先ならさすがにウーソー切ってリーチでしょうけどね。それでもリャンゾーが結構ひどいそうとかもあって、イーソー1枚もありますしね、うん、あ、ペンドソーが8、ペンドソー、田中さんのタンヤオ、タンヤオドライチ、ドライチ、あ、ではごめんなさい、ドアドラですね、ドラ、うん、5800、いや、こうではないですか、3900、うん、あれ、何かが起こった、何かが起きているあれ、あ、急走が、あ、同順だ、あ、本当だ、あ、どうなるんだ今、それで1万2000点かな、教託に払わせてましたね、はい、託外に1万2000点が今支払われてましたね、はい、あたたたあたたたた鈴木さんが急走切ってその次に出たローソーだったんですね今の。ああ。チーしなきゃいけなかったですか。天候じゃなかなかないというか止まらないんです。まあそうですね。ロンってボタンが出ないですから。慣れるとあれやっちゃうんですよ、たまに。じゃあ場の外に1万2000の、うん、うん、ちょっと痛い。いや、だいぶ痛い。だいぶ痛い。だいぶ痛い。表示は引かれてないですよね。ここ後から引かれるのかな。今引かれてるはずですけど、点数が合ってないのかな。うん。今のちょっとドライブチャンスだったんですけどね。ローソーチーして、カンロッソーでチーしてパーソー切ってリャンソーみたいな。うん。結構ドライブです。振り点解消する。振り点解消して、で、ウソで上がってマンガン。漫画漫画になりましたね漫画では使い古されたやつですけど実際やる気がないですよね、あんまりあんまりないです。でもああいう場合だとやっぱ泣いた方がいいんですよね。いや、絶対泣いた方がいいと思いますね、うん、まあその泣かないと泣くと選択できるんだったら、うん、たまにやっぱりあるんですよね、ペンローソーとかペンスーソーとかのテンパイに取ってしまうと、うん、はいはいはい、同順論っていうのは実際に9冊持ってきて自分で切っちゃった時も、うん、そうですね、振点解消は大きいですね、はい、お、3色あるけど赤ローソー切った、お、観覧も入れて老朽ヴィンディッチ、そう、回しが早い、皆さん早すぎるから皆さんも早くできてなかった確かにさあ、リーチドライチの老朽ヴィンディッチ、老朽ピン、老朽ピンは山にザクザク、うん、持ってない、持ってない、誰も持ってない、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 全山よ、八山八山八山
親番はやり直しなので吉村さん、吉村さんの親番のままですね。八山手八山手もう十巡目なのに、大巡目ならたまにあるけど、中指もパイ全部ワンパイってことはないですもんね。それあったらやばいですね。やばいですよ天文学的数字ですね、それは。全く出てこない。 4枚待ちで4枚ワンパイはたまにありますけど8枚待ちで8枚はあ、さすがないですね。来ました、安心の大きな到着。つながってそう。なかった。なかった。もしかしたらザクザク。ザクザクと。ん？何かな？三ピン。おお。ました。もうやめたらって。お、裏が見ました。リーズもドラドラ。2004戦は。チョン好きって言葉もありますからね。ありますか？どこにもどこにもあります。4100のあたりでした。ここで難入になります。親はギルド代表鈴木さんです。鈴木さんは最後の親ですね。はい、ここからが結構みんな、うん、勝負ドラガトンです。こういう時この親は流されやすいんで辛いですね。他の人も結構流しに来るんで、頑張って連チャンして。何三ぐらいになるともう何もできない人が出てきますか、うん、さあ本日見えるでも今田さんトップラー、まあ、今田さんそうですね、初期消化で良さそうな場面ですが、それは本日見せた方が一番早い。おっと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 、いやまあとりあえず飛んで良さそうですけどね。もうそうか、ドラが飛んだ、うん、ドラの飛んで、はい、一瞬持ってやめましたが、うん、結構安全に手を進めてる感じですか。はいはい。お、吉村さん、お、いいシャンテン、チョンボ好き。あ、違う、吉村さん違うか。うおー、すごい。数層から切ると一応高め3色残ったんですけどね。はいはい、まあなんかその裾いつまで持つかとかいうのも結構永遠のテーマですけど、統一王子も目立ちますしね、はい、でもなんかあれでタピングって気づいてないと思われるのも嫌なんだよ、うん、パーピン安定だと思うんだけどな。さあ、猪俣さん仕掛けた本一に向かいましたね。チューンも仕掛けました。浅見さんどっち切ります？こだわりますか？僕は普通に数層切りますけどね。数層切ってまあまあなんか安牌ぐらいは入れ替えます。大体ちょっと様子を見てリリース、はい、数層切るとやっぱ数層のまたぎもダメだし、イースチーソーを2筋にまたぐのも結構方の損失が大きいように思うんですよね、うん、僕そんなに革の強さって気にしてなくて、うん、なるほど、はい、マサさん、リャンウソウ1ピンも先手でも上げたいところ。あ、さあテンパりました。田中さんがウッパソウ、うん、井上さんはフォアオリ、うん、親の鈴木さんがきついな。アンドストの、あ、違うか、まあ、いいシャンテンですね。早い、動きが。
おお来た、リアンパスをブロックしてのブロックしてのウッパーワン。わあ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 、バッソーだ。メンタンピン、イーペーコードだ。鈴木さん無情だな、ウーパーマンめっちゃいい街やん。めっちゃいましたよねこれ、8000点の上がりです。うーん、さあこれで鈴木さんはかなり厳しくなりました。鈴木さんも安い上がりできなくなった。うん、そうですね、残り3局だいぶ流れを掴んでる感じですよね。何曲になります。親はプレーボール代表の猪俣さん、ドラがローワンです。うーん、そういう時ってでも、うん、結構猪俣さんは上がりに向かわずに被らずに親は流れてほしいって思う方なの、思うんですかねやっぱ。この展望状況だとさすがにまだそれは思えないです、ね、ちょっと早い気はしますね。上がれるなら上がった方がいいと思います。無理にはいかないけど、そうですね、まあ、高そうな補充はやっぱりしたくないですけど、うん、手締まり最初から手締まりする方ではないですね、ま、だ白はこれ結構遠そうだけど仕掛けるんですかね。猪俣さんの手か、結構遠い感じ。ドラガーローマンでとりあえず白だけは叩いて、どうなんだろう。どうこの後ろ手だ。あ、泣きました。泣きましたね。どうでしょうね。難しいところですよね、あの辺は。私は泣かない派です。あ、その辺はあれなんだ。うん、なんだ私はちょっと待ってください。いつ私攻撃派になったんですか。いや、今日の話聞いてみると全部リーチみたいな雰囲気が。まあ、そういうタイプ。僕は泣きそう。僕は泣きそう、あれは。もう一つだけ泣く。泣いて、その後ですよね、やっぱ。そうですね。そっか、じゃあ泣こう。リーチ、いや、正解とは限らないんですよ。リーチ来たら結構ベタ折りするとは思うんですけど。うん、そうですね。でまあ、両面チーして、カンチャー残すようなことはしなせずに。今、ペイ、アンパイ持ってると結構抱えますね、テンパイまでは。この形だと結構苦しいし、打点もだいぶ、そうそう、ね、2900以上があんまり見込めないから、あんまり仕掛けないかな。白ポンすることによってまた周りは焦るんですよ、うん、親にこれ以上上がられちゃまずいって勝手に焦ってくるやん。またエラーを待てると、エラーを待てると、うん、なるほど。慎重な部分もあるんですね。そうですね、意外に繊細な部分も、うん、一回も打ったことないんで今度楽しみですさあ、テンパイ、関連像、間違い、関連像ですね。うん、まあ、ドラゴンなので外しましたね。いや、ニサシの3色は見えるけども、あ、ドラゴンなんか、どう外すのがいいんだろうな。うん、まあ、ニサシの3色はこっちでいいんじゃないですか、ね、むしろ。はいはい、チーワン引きでも、イーソー引きでも、引きでも、イーソー引きでも、パワン引き、うん、なるほど。そう、チーワン引き最高ですね。こっちはウッパーワンのテンパイ、あちらは右最低だった換算ピンテンパイしますね。換算ピンはこちら吉村さん、吉村さんラスト親に全てをかけますからね。田中さんも安い手上がらないから、うん、3色で無理やり作る。吉村さん何引いたか見して見せて。ローピン、引っ掛けるかどうかです。あ、三ピン。おお。で、単野を。単野を三色ドラ3900。で、何の二曲。何の3曲ですね、ラス前、親はマージャンヤン代表の田中さんです。ドラがチーピンです。さっきの大連ちゃんがもしかしたらあるかもしれない点数的にはまだチャンスは、うん、うん、田中さん1600か1600は結構厳しいな。さっき箱下から復活した人も見ましたけども、それが田中さん
だったんですよね、はい、だからね鈴木さんも本当高いって吉村あらあら無情に素もダメなんだな漫画無情だまだ回答してる時に素もダブなんドラ2004戦のあれです。早い早いこれ目があるのは現実的な目があるのは吉村さんと猪俣さん、はい、あと2人は役満狙いかな倍満役満多分まあ素もはトリプル以上かとかですよね、うん、鈴木さんにしてもオーラスにあります。親はホアロン代表の吉村さんめちゃくちゃチャンスですねいやーこれ上がり雨もありますからね一撃で決まる可能性もありますそう、これも、そう、本当この状況だと親は有利ですよね有利有利ってことはないですけど随分差は縮まってる今も2局で1万8000円縮まりましたからねさあ展望そうですね、はい、8200 稲葉さん腹くくって前出た方が手、まあ、手次第ですけど2000オールは足りない2000オールギリ足りないお吉村さんめっちゃいい うわーこれやばいねこれはこれは来ましたねさあ稲葉さんは直風のシャア波が来ましたねこれはすごいな す,、ね、すごい吉村さん今ダブナー上がった人ですねそうですそうです、はい、2局で1万8000稼いだ方ですねそれでこの手配もらっていいんですかいいみたいですね即相撲だったかって後悔してますかねあれいやいやいや贅沢ですよそんなさあくっつき方によっては難しいなで安品引いた時に闇点7700どうするかとか7700脇から上がると続行なんですよねうーん300点差あとは リーチした時に脇はどうするのかもちょっとわからないけどまあなんかリーチした方が良さそうですけどね換算品になっちゃったら猪俣さんが追いついてきた、イシャンテン、うん、とリアンカンとイスマンのイシャンテンあこテンパターン1です26ロールで変わるあ、ごめんなさい、ドラそもそもドラがディアンマンだったンンごめんなさい、そもそもドラがディアンマンだった失礼しました失礼しました、漫画だった普通にでもこれで決まっちゃいそうな感じですよね、勝利がこれ上がると、はい、上がるとトップですねおさあ、猪俣さん追いついたここは一旦愛おしい、うんうん、どっちかでなんだ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 。さあここは勘だな。いや勘品か勘三品。まあ選べないですねこれはもう。勘三品。はい。もうピンズの情報が最初に親が切ってるEピンぐらいしかないんで、うん、ほぼ選べない。まあ若干だけ三品の方かなぐらいの。安全度みたいなもんですか。うんそうですね数ピン。数ピンリーチ。はい。似たようなもんというか、まあ、むしろシャンポン考えるとちょっとだけリャンピンの方が危ないかなぐらいのただカンチャンはなさそうカノピンも絶対ないか、はい、まあローキューピンもほぼほぼなさそうですよね、うん、場のローキューピンの切れてる枚数とかも考えると実際3ピンはあと1枚ウッパーワンはここに1枚吸収されてあでもウッパーワンも薄いうわえウッパーワン残りパワーワン1枚かうわ1対1だほんとだ決勝戦らしいです決勝戦じゃないか、うん、決勝戦じゃないですワイルドカードワイルドカードいやまあでもこの2人は決勝戦みたいなそう思います、はい、あーパワー来たあーっとパワーなかった3品があとはどこに行くかですねで流局しても天敗連チャンなのでもう一局そう、もう流局するかはい流局するか三品で上がりが出るか三品がどっちかね、二分の一ですね、まあ、ワンパイがあるんでもっと低いですけど三分の一ぐらいになるのかなあーあーっと積もった水元ドラさんはい出雲ドラさん逃げ切ったギリギリ2004戦の上がり
すごい、うん、いやギリギリ逃げ切りましたね本当に。いやでも吉村さんもだいぶ、うん、はい、いやこんなことになるとは思わないですよね本当に。あの2曲であっという間にいろんなドラマが、うん、ではワイルドカードの対局が終了いたしました。1着はプレイボール代表の猪俣さんでした。猪俣さんは決勝進出となります。2着はフォアロン代表の吉村さんでした。吉村さんは敗退となります。3着はギルド代表の鈴木さんでした。鈴木さんも敗退です。4着は、麻雀ヤン代表の田中さんでした。田中さんもこちらで敗退となります。続きましていよいよ決勝戦の対局となります。対局準備がありますのでしばらくこちらをご覧になってお待ちください。